どうも、ふなしゲームズふなしです。今回は FIFA20、 初めて FIFA シリーズをプレイする方向けに FIFA のゲームモードについて紹介していきたいと思います。 FIFA20 にはゲームモードとしてアルティメットチーム、これがメインのゲームモードになります。 FIFA の目玉と言っていいね、ゲームモードになります。そして2つ目に新規キャリア、そして今年から追加されたボルタモード、ボルタフットボール、そしてチャンピオンズリーグで、キックオフ、トーナメント、スキルゲーム、この辺練習アリーナなど、そしてオンラインがシーズン、そしてプロクラブ、そして協力シーズンと 1,2,3C567、約7種類ですね。大きく分けて7種類のゲームモードがあります。このゲームモードを一つずつ詳しく紹介していきたいと思います。まず、FIFA アルティメットチームについてゲーム紹介していきたいと思います。FIFA アルティメットチームというのは、自分でチームを作って、究極のチームを作るというようなゲームになります。でこのように、セリエであったりラリーガであったりプレミア、どのリーグをね使って、チームを作るかというのを決めて、そしてコンピューターもしくは、オンライン対戦で、対人戦を行っていくモードになります。左上の、コインを増やしていって、市場、こちらでですね、当たった選手の売買ができます。これはね、他の人が出品しているカードで、これをコインで購入してチームを強化していくモードになります。もちろん課金要素、こちらのようにパックですね、パックを引いて選手を獲得してチームを強化する。で、パックで引いた選手を売却してコインを貯める。で、溜まったコインで欲しい選手をどんどん購入していくというようなモードになります。で、ゲームモードはディビジョンライバルズ、こちらがオンライン対戦で対人戦を行うモード、そしてスカットバトル、これはコンピューターを相手にして1週間のポイントで報酬をもらうというようなゲームモードになります。そして一番大きな目玉、 FUT の中で一番大きなモードとしては FUT チャンピオンズ、これが週末、金曜日から日曜日、30試合行って何試合勝ったかでランキングがついて報酬がもらえるというようなモードになります。これの FUT チャンピオンズの、ランク、こちらエリートランクとエリート1、ゴールド、シルバーと分かれているんですが、これが一つね、プレイスキル、どれぐらいその人が上手いのかというような指標になるもので、みんなこのエリートを目指して頑張っている。そういったモードになります。では FUT のゲームモードはの紹介は以上になります。そして次にキャリアモードについての説明です。キャリアモードというのは2種類ありまして、監督キャリアというのがチームの監督になって、そのチームをどんどん優勝に導くというようなゲームモードになります。選手の移籍を管理したりですとか、今作から導入された選手のモチベーションを維持するようなゲーム、システムも導入されています。ここでね、こう金銭面であったり、選手のメンタル面であったり、そういったところをマネジメントしてチームをどんどん強くするというようなモードになります。これはオフラインでやるモードになります。そしてもう一つ、選手キャリア、これは一人の選手になりきってゲームをするものになります。有名なゲーム実況ですと、久保選手の選手キャリア、久保選手になりきって能力値を高めたり、移籍してビッグクラブに移籍したりというようなことができます。で、今作から引退後、監督として、前作もかな、監督としてゲームを
続行できて、まあ、その顔そのままの顔のままでできるので、例えばメッシで選手キャリアを行った後にメッシの顔で監督をするというようなこともできるようになっています。非常に面白いモード、オフラインの中では一番大きなモードになっています。そして次にボルタフットボール、こちら今作から導入された新たな目玉のゲームモードになります。少しやったんですが、かなり作り込まれていて、もうこれだけで1本ソフト出せるんじゃないかというような仕上がりになっていました。ボルタフットボールっていうのはフットサルモードですね。3対3、4対4、5対5というようなルールでフットサルを FIFA でできるようになっています。でボルタフットボールの中でもストーリーというものがありまして、こうサッカーのね起源を追っていくようなストーリーになっているんじゃないかと思います。ちょっとね内容まだやってないのでわからないんですが、まあ、ストーリーをね進めていって自分を強くするというようなモードになります。そしてボルタリーグ、こちらはオンラインで対人戦を行ってディビジョンをねどんどん上げていくようなモードになります。そしてボルタツアー、ボルタツアーというのが、フットサルのオープントーナメント、あらゆるスキルレベルの選手が集結する、こちらで対戦して対戦相手の中から1人自分のチームに入れることができるというような感じになってます。非常にボルタモード作り込まれていますので、これ目的で買うのもありだというふうに思います。そしてこちらのチャンピオンズリーグっていうのは、まあ、チャンピオンズリーグの雰囲気そのまま体験できるというような形になっています。まあ、普通にねコンピューターと戦うモードになってます。そして次オンライン説明していきます。シーズンというのはディビジョン1から10、スタート10からですね、ディビジョン1、8からスタートか、ディビジョン8スタートでディビジョン1を目指すようなモードになっています。こちらオンラインで対人戦を行ってディビジョンを上げていく、これはあまり正直やってる人少ないんじゃないかなと思います。今ディビジョン1の人が2人であったり、オンラインで対戦したい、気軽に対戦したい、まあ、好きな選手を使いたいという時にやるモードになります。そして協力シーズン、協力シーズンというのは2人プレイになります。2人でお互いこう順番に選手を操作していってプレイするものになります。友達とねやるには一番合っているゲームモードだと思うので、友達と2人で協力シーズンやるのはいいと思います。そして、最後プロクラブ、こちらもですねオンラインで FUT に次ぐビッグモードだと思います。これは1人が1人の選手を操作して11人、最高で11人の人とチームを作ってプレイできるようになっています。このようにですね1人の選手、フナシですとフナシを作っているんですが、試合を行うことによって能力値が上がっていきます。で自分の選手を育てていって11人全員で1チームを作って最高で11対11で対戦できるモードになっています。これ非常に楽しいです。いわゆるリアルなサッカーをやっているような感覚、一人を操作して仲間と一緒に11人で勝利をつかむというようなモードですので非常におすすめです。プロクラブ船島生放送で参加型やってますので、今作からね始めた方とかは分かんないこと多いと思いますので、ぜひ参加して一緒にプロクラブ楽しんでいけたらなというふうに思っています。はい、ということで、今回は FIFA20 のゲームモードについて、簡単に紹介していきました。まあ、主にオンラインでやりたいという方は FIFA アルティメットチームもしくはプロクラブをやるのが一番いいと思います。一度ね、ぜひやってみてください。非常に楽しいです。で、オフラインでプレイするという方は、キャリアモードがメインになると思います。
監督になりきってそのチームのマネジメントをしていく、選手の移籍の管理、給料の管理ですとかモチベーションの管理というところができますので非常に面白いです。ぜひねキャリアモードもやってみてください。では今回簡単ではありましたが FIFA20 のゲームモードについての紹介でした。またわからないことがねあればこの動画でもいいですし生放送中でもいいのでぜひ気軽にコメントください。では今回の動画はこの辺で終わります。またね。